にちは、ちせちゃです。それでは今回はイベントクエストでより強化された混沌にうめくゴアマガラ、通称ハンゴアやっていきたいなと思います。ということで今回挑戦するイベントクエストはこちらです。泣きうめくもの。それでは早速クエストの内容を確認してみましょう。メインターゲットは混沌にうめくゴアマガラ1頭の狩猟、目的地は遺跡平原。サブターゲットはありません。遺跡平原苦手なんですよね。不思議な老女、ああ泣いておる。本当にその身を囚われ、正しき道より外れたかの者の痛ましい慟哭が耳から離れぬ。誰ぞ終わらせてやっておくれ。完膚なきまでの敗北がかの者を混沌より解き放つであろう。ということで今回食べる猫飯は猫の暴れ打ちです。解き放つであろう。いくぞ。泣きうめくもの。来ました、遺跡平原。今回はモンスターハンターワールドのベータテストも来るということなんで、腕鳴らしに久しぶりに拡散弓でやってまいりました。今作はね、どうしても連射や銃射が非常に強力なので拡散弓あまり出番はありませんでしたが、個人的には一番好きな弓の種類です。なぜ今作連射と銃射が非常に強力かと言いますと、超会心というスキルがあるからです。超会心のスキルは通常クリティカルヒットが出ると攻撃力が 1.25 倍になるんですが、超会心のスキルがついてると 1.4 倍になるんですね。それで弱点特攻、モンスターの弱点に攻撃を入れると会心率がプラス 50% するというスキルと組み合わせて弱特超会心、非常に超火力が出るスキルの組み合わせになります。そうなるとやはり弱点に入れやすい武器が強くなるっていうのはご想像いただけると思うんですが、あと1回で毒入れたい。 OK。 この拡散弓というのが今見ていただいて分かったかなと思うんですけど、矢がね扇形に5本出るんですよ。こんな感じ。今見えなかったかな今見えませんでしたね、失礼しました。むしろいい、これで見えるかな。扇形に5本飛んでいくんです。そうなると真ん中3本ぐらいは弱点に入れることは簡単なんですけど、5本全てを弱点にきっちり入れるっていうのが難しい弓になってるんですね。どうしても横の2本は外れてしまいがちなんですけど、それに比べて連射弓っていうのはこうまっすぐ垂直に飛んでいく弓ですから、全て弱点にきっちり入れることができるんです。そうなると弱点特攻超会心で超火力が出せるということで、非常に強力な弓になってます。もちろん弓の性能が高いっていうのもあります。本作のね弓の性能がいいっていうのもあるんですけど、どちらかというと超会心のおかげかなと思ってます。寝ました。タル、このイベントゴアマガラ非常に強いです。かなり体力もあるし攻撃力も非常に高いんですけど、何よりも強いのがこの遺跡平原の地形ですよね。いやほんと戦いづらい。ほい、よいしょ。戦いづらいのが面白いんですけど、こうやってねこうやってこう段差を無駄に降りてしまうので
攻撃がね回数が減ったりしてしまうんです。これでもうここまでね降りないと頭に入れられなかったりするので非常にね難しいエリアなんですよね。ポイント。逆に言うと難しいからこそ好きっていう方も結構いらっしゃる、そんなエリアです。まさぽー、よいしょ。本当にねこれ攻撃力高いんで普通に一撃で倒されてしまうので気をつけて戦っていきます。よっと。まっすぐ、よいしょ。英語を必ず合わせなきゃいけないっていうのもなかなか大変なんですよね。移動しました。さあどこに行ったのか。ハングアの肉質は頭が55、後ろ足が45、そして尻尾と前足が40、胴が35で左翼脚が30、右翼脚が25、翼が20となってます。なので頭を打つか後ろ足を打つかっていう感じになりますので、頭をねサクサク打ってると勝手に転びます。勝手にね、ダウンを取ることができます。拡散弓の場合はこう逸れた2本のね矢が足に当たるので勝手にダウンが取れたりします。モンスターハンター 4G でシャガルマガラのタイムアタックをしてた方は、まあ、その現象かなり身近に感じる方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういう流れ玉でダウン取れてラッキー感があるので、まあ、パーティーで行く場合は特にシャガルマガラといえば拡散弓みたいなイメージが私の中ではこびりついております。後ろからは後ろ足に入るように打っていきます。うん、近い。ほい、ういそー。うーん、危ない。距離感難しいですよね。よいしょ。このようにダウンを取れますので、こうソロで行った時はね本当に連射でバシバシ弱点に入れ続けるのがいいんですけど、意外とパーティーで行くと弱点に入れるのも難しくなりますから、相手のね動きが、おお、ごめんなさい、よいしょ、ターゲットがまちまちになってしまうので、タイムアタックとかなら連射だと思うんですが、さてパーティーで行く前は拡散弓の方がいい場合も多いです。特に拡散弓は状態以上のダメージを非常に入れることがしやすい弓なので、状態以上に早くしたい場合とかそういう場合はいいかもしれません。ただこの弓に関しては麻痺が入らないんでね、痛い。あんまりパーティーですごいおすすめの弓かというと、まあ難しいところではありますが、まあ、きっちり毒を入れることは可能です。ちょっとせっかくなんで乗っちゃおうかな。よっ、よいしょ。あー失敗した。よいしょ。よっ、おし。巻き込まれてしまった。大粉塵飲みまーす。よっ、また自然に段差の上に登ることがあれば無理チャレンジもしようかなと思うんですが、よっと、よっ、お、今じゃない、ほい、乗りました。
しぶりに乗ったかも。耳当てるとほとんど乗らないんですよね。はい、埋まってる？埋まってる？埋まってない、よかった。サポッコの動きがすごいですね。きっちり頭に入ってますね。きっちりブーメラン頭に入れてったな。サポッポすごいな。移動。さあどこに行ったか。またあの戦いづらいとこに移動しちゃったかな。移動しちゃってますね。ここ確実にハンターの攻撃力下がってるからな。うろうろ、こっちに来てほしい。そっち戦いづらいんですよね。この辺じゃないと結構厳しいんですよ。来ないなー。おおー、ナイスコーン、ナイスカット。よいしょー、ナイスカットです。カメラは捉えた。よっ、よいしょ。地面に吸い込まれる。よっ、ちょっと遠いですね。よっと、よっ、あとは攻撃瓶を刺したい。あーごめんなさい、移動させてごめんなさい。よし、後ろに回ればよかったな。よいしょ、お、サポッポ食べられてますね。よいしょ、よし、いっ、巻き込まれた。大丈夫だと思ったんですけど。よいしょ、これが美味しいんですよね、拡散に。ほい、よいしょ、無事ドイン。お疲れ様です。今回みたいにペア狩りであればターゲットもそんなにブレないので連射弓の方が火力が出たりするんですけど、例えば4人で狩りに行った時なかなかね、毎回弱点に入れるの難しいじゃないですか。なのでもうそこは割り切ってもう連撃とかつけてね、クリティカルをどこ入れてもバンバンクリティカルが出て火力が出せるみたいな、そういう運用もできるのがこの拡散弓のいいところかなと思います。なのでこのハンゴアとか、あとはそうだな、ラージャンとか、割とどこを打ってもある程度肉質は硬くない、どこを打っても20ぐらいは通る、そんなモンスターがいれば拡散弓でバシバシ打ってダウンを取っていくのもいいのではないでしょうか。お疲れ様です。私が拡散弓が好きな理由はもう使い慣れてるからっていうのも一番あるんですけど、やっぱこうモンスターと結構近づいて戦えるっていうのは楽しいなって思います。近づいて戦うってことはやっぱり武士道のね、回避回収もできるんで、そこも強いかな。はい、ということで装備ご紹介させていただきます。今回使いました拡散弓エテルエディアカです。武士道スタイルね、こういう感じのスキルで使ってます。以前動画でもねご紹介させていただきました。こんな感じで三段強化ゴースロさんで組むことができます。で
でこちらがまさっぽのタチですね。火力もりもりのタチになってます。ということで今回は以上に、最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録お済みの方は高評価ボタンのポチをお願いします。